2000CS リアフロント BMW2000C-2000CS は、ドイツの自動車メーカー BMW が1965年から1969年にかけて製造を販売していた2ドアクーペである。1968年には6気筒エンジンを搭載した 2800CS に発展し、間もなく生産を終了した。 ノイエクラッセシリーズである BMW1800 をベースにした上級パーソナルカーとして、また1950年代からの V 型8、気筒エンジン搭載の少数生産者3200、CS の後継車種として、1965年のフランクフルトモーターショーに登場した2ドアクーペである。クーペボーディのデザインは 1500K のデザイナーだった、ジョバンニ・ミケロッティではなく、 ベルトーネのチーフデザイナー、マルチェロ・ガンディーニが担当し、車体製作は、ドイツのカルマンにて行われた。デザイン上の最大の特徴は、大型のイケーライトを持つ、中央部以外は、グリルレスという顔つきで、当時の目からは、前衛的すぎると受け取る声もあり、賛否両論を呼んだ。内装は、4度アセランと同様に、助手席前に、で荷物用のトレーがあるダッシュボードがあるが、 4ドアセダンに比べて高級志向だったのでウッドパネルが多用されている。装備としてはパワーウィンドウがオプション設定されてはいたが、ステアリングはノンアシストタイプしかないため、後の大型クーペとは異なり、ステアリングホイールにホーンリングがついていた。エンジンは 1800cc エンジンのボアを拡張したボアストローク 89.080.0mm。 1990cc の水冷直列4機搭載 1c エンジンであった。標準型の 2000c では圧縮比を8.5、1都市40プドシーのソレックスキャブレター1機を装着させて100馬、100エーバー力 5500rpm16.0kgfm3500rpm を発生させていた。一方、 高性能版の 2000CS は、1990CC の排気量の圧縮比を9.3、1に高め、40PHH のソレックスキャブレターを2機、装着することで、120エバーリキ、5500RPM、17.0kgfm、3600RPM としていた。トランスミッションは C、CS ともに4足、M、T が標準で、 ギアレシオは、低い方から3.835,2.053,1.345,1.000とし、C のファイナルギアレシオは4.110で、CS のそれは3.900となっていた。また、C には、ZF 性能3速、A、T が選択可能で、ギアレシオは2.560,1.520、1.000とし、 ファイナルギアレシオは3.900であった。シャシーは BMW1500 から続く4ドアモデルのホイールベースを 2550mm とし、サスペンション形式も4ドア版と同じフロントがマクファーソンストラット、コイルスプリング、リアはセミトレーリングアーム、コイルスプリングを踏襲している。 ボディサイズは、全長 4530mm、全幅 1675mm、全高 1360mm となり、ホイールベースは 2550mm、車重は 1180kg であった。これにより、最高速は 2000CS が時速 185km、C は時速 172km となった。 4度アセダンとあまりにも異なるデザインで、後の BMW 3.0 CES へ続くモデルのようにカテゴリーされがちであるが、社内開発コードは4度アセダンと同じで、いわゆるノイエクラッセのカテゴリーであった。当時の輸入代理店、バルコムトレーディングカンパニーを通じて日本にも輸入された。輸入台数は決して多くはなかったが、その得意なフロントデザインは発表当時の 雑誌などによる記事でも大きな反響を呼んだ。4ドアモデルへの 2000cc エンジンは翌1966年に追加された。AT モデルは特に CA と呼ばれていたが、オートマティックというリアエンブレムが追加装着されていただけであった。ありがとうございます。